ホズニャ、ムコトヌマジリホイズミは日本のファッションモデル。156センチメートル。AB 型。東京のキャバクラ城で、小悪魔揚げ派上に読者モデルとして登場してきた。小悪魔揚げ派以外にも様々な雑誌に登場。アクラギャルとして知られる。2014年に改名、以後、ホズミと名乗っている。東京新宿歌舞伎町のキャバクラ、レビューに勤務する。 キャバクラ城として雑誌、小悪マアゲハに2010年8月号で初登場以降同誌に読者モデルとして登場するようになった。小悪マアゲハの他にも、メンズナックル、メンズナックルやソウルシスター、ソウルシスターなどの雑誌に読者モデルとして登場。メンズナックル市では女性モデル人気投票で主を獲得するなどしている。不良女子。 ギャル向け雑誌のソウルシスター関連では、他3名の同志モデルらとともに、同志の連載小説を集めた2014年発売の書籍、やからぶに登場するなどしている。埼玉県の熊谷に生まれ、小学6年児まで同地に育った。中学入学の頃に両親が別居状態へ、群馬県伊勢崎市の利根川沿いに位置する祖母宅へ引っ越し、 中学2年の半ば頃から不登校となりヤンキーの道へ進んだ。クラスの全員からはぶられたことが原因であったという。ところが県内のとある私立高校の制服の衣装に惹かれたことから勉強の末にその高校を受験し合格。やがて16歳になった頃から臨氏にあたる大田の分けても大田駅周辺をねじろに遊びに明け暮れるようになった。大田駅。 南口16歳の夏、天皇会という暴走族の初代総長を担っていた、米国籍の男性と出会う。そして大田駅北口のガストで、恋愛相談中に告白を受けたことをきっかけに、大田の不良の間で、7日寄った存在であったその男性との交際を、開始する運びとなった。彼の率いる暴走族の集会場となっていた、大田駅南口ロータリー広場に、 連日のごとくた室ろ毎週土曜の夜の集会の終わりには、頭の女として毎度にわたりそれに参加したという。交際開始からやがて、半年を経た頃に彼との同性生活を始め、17歳になる頃の夏、妊娠。そして結婚を近い,合い高校中退。ホズニャムの文字のタトゥーを体に刻んだ彼の行為に、大ずる形で、自身も彼の名前に関したがら、 すなわちバラバラのタトゥーを体に刻む機会を持った。ところが、高校中退直後の時期、彼に逮捕状が出ていることを知るに至り、同性生活の舞台であった部屋を引き払い、友人宅に潜伏しながら二人きりでの闘争を、くわ立てていたところ、あえなく、彼が逮捕され、二年間の少年院装置と五年間の、国外退居処分、計七年間もの、島流しが確定するに至る。 そうして彼と離れ離れになって、以後は大田駅前のドンキホーテや、副食店でアルバイトをした。そしてそれらをいずれも首になった後、地元のキャバクラに入店し夜の世界へ。時に18歳であった。地震初の夜食の舞台となった地元のキャバクラでは、すぐにナンバーワンになったという。ところが、この時期同性状態にあった。 新たな恋人からの必要な DV に悩まされた末、その恋人と別れ、19歳で単身状況。新宿歌舞伎町のキャバクラ、レビューに勤務、後六本木のキャバクラ、R へ移籍、そして再び新宿へ戻り現在に至っている。ありがとうございます。